ということで、まあ、作業時間がまあこんなような形で、まあ、だんだんと慣れてくると作業の時間もスピーディーに効率上げていけるっていうところなんですけども、これはあの開業していただいているオーナーさんそれぞれどれぐらいの売り上げが欲しいのか、まあ、要はどれぐらい収入欲しいか、自分の時間どれぐらい、まあ、家族との時間に当てようかとかっていうところなんで、まあ、正直言うとどれぐらい稼働してるのかっていうのは個々それぞれだとは思うんですけれども、これちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、開業いただいてるオーナーさんとかに行くのが大体チラシとかを入れると割と電話が集中する時にこうスケジュール入れていく、はい、でこの作業2週間後に終わるなっていうんであれば、そのまた2週間先にチラシを入れて、要は月に30件ぐらいこうプールできるような形で、うん、でそれかける単価で売り上げがこう目安っていう風に、はい、やってるなって噂のお話、お声聞いたことがあるんですけど、はい、その辺は実際のところはどうですか？その通りです。大体ですね、こう目標っていうのを持ってもらうんですけれども、月に30件になるようなチラシの織り込み方っていうのを、うん、お伝えしてます。で月に30件で単価を4万円で大体設定するんですけれども、うん、そうするとですね、売上が120万円、うんうんになります。でその120万円をこうどん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 細分化していくと、だいたいですね、日に4件ほど、見積もりと納品合わせて、まあ、2件ずつぐらいですね、を回っていけば120万円に到達するんですよ。だそう考えるとですね、1件あたり1時間ぐらいだと仮定したとしても、それが4件なんで4時間じゃないですか。残りの時間は施工に当てられたりするんで、なるほど、そんなにね、慣れると苦ではないんですよね。なるほどですね。なんかこう最初は作業的なものが時間がかかったり、あとはそのもう当たり前ですけど見積もりだってそんなにすぐ慣れるわけじゃないから、 そうです、はい、そこに対しての120万の売り上げってなるとちょっと大変だなっていうようなイメージ持たれるかもしれないですけど、これが半年とか年数を重ねれば重ねるほどそれが慣れてきて、はい、まあ、言い方あれですけど120万ぐらいの売り上げつくのってそんな大変じゃないんだなみたいな、そんなイメージに近くのある。そうですね、あの正直別に大変ではないです。まあ実際やってらっしゃるんであれですけど、はい、大変ではないですね。一見こなす枚数っていうのもその時のタイミングだとは思うんですけど、あの直営店の事例だったりとか、はい、あと実際の亀井さんの事例とかでいうと、大体皆さん何件というか何枚ぐらいっていうのは、そう時間に合わせるっていうような感じですね。そうですね、枚数は本当にもうバラバラなん で、うん、でただ感覚としては10枚あったら多いです。網戸障子襖全部トータルで10枚あったら多いですね、一件で。あ、1件から10枚来たら多いって、多い方です。あ、なるほどですね、はい、じゃあ私開業いただいたオーナー1件から20枚ぐらいとかっていただ注文とかいただいたら本当大変ですね。 それは200万ぐらい売り上げできますね。大体、はい、ですね、イメージとしていただきたいのが6畳の和室で、はい、襖って大体4枚ぐらいなんですよ、はい、あって5枚ぐらい。基本的に地方の方に行くと、こうそもそもこう一軒自体がやっぱりでかいんで、こう部屋が何部屋もあるんですよね。なんでまとめてお願いしますとか言われますけど、まあ、あくまで僕あの関東圏なんで関東の話をしますと、こうやっぱり6畳の和室1部屋をお願いしますって言われると大体5枚ぐらいが結構主流になっていますね。なるほどですね、はい、大体その5枚ぐらい集まると、まあ金材で中ランクぐらいのものが売れると3万6000から4万円程度っていうね、はい、その6畳のところが結構数があれば1軒だけでも四死16か16万とかそれぐらいの売り上げに慣れてくる。でその枚数じゃあ5枚を、張り替えるってなると、例えば、1枚、まあ、10分程度でできたとしたら1時間ぐらいってこと。そうですね。あ、なるほどね、はい、数字でこう見ていくとなんかすごい大変そうだけど、実際その数的なものでいうとそんな体を酷使したりっていう感じではないってことですね。本当、はい、最初だけですね。最初は口で言っても簡単そうに聞こえるんですけど、多分初めて見る商品も多いと思うんですよ、うん、あのいやこんなの見たことないんだけどっていうその素材だったりとかもあるんで、そういうのに結構時間かかるんですよね。なるほど、ね、どうすればいいんだみたいな。じゃあ今のお話で言うと、最初開業当初作った120万と半年後に作る120万だと全くこの感覚が違う。全然違いますね。もっとやれるなって気持ちになってきますね。いや最初に作る120万っていうのはしんどいなだと思います、うん、でも半年とか1年後とかに作る120万は今日何すればいいんだろうっていう日が出てくるはずです。おー、はい、休んでいいんじゃねえかって
わあ、なるほどですね。サラリーマンなんで、ね、そこ僕休めないんですけど、休める日ができると思いますよ。うん、普通なんか事業始めた時って、例えば店舗持って何か始めるってなると、オープン日が一番いい日、うん、いい日なわけじゃないですか。そこからこう売り上げを維持していくのが大変で、だん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 加工していくけど、金沢はまあ最初からある程度売り上げできるけど、それがさらにこう楽になって楽に売り上げが作れていくって、ちょっと安易に聞こえちゃったらなんか逆に嫌だなと思うんだけど、ここは採用当初頑張っていただくからこそ、だん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 と楽になって、作業的なものが楽になってくる。で、お客様もリピートついてくる。だから長くやっていただける方が多いってことですね、はい、最初は感じですね、うん、僕もあの研修やった時に言ってるんですけど、最初の 1,2 年は地獄を見ますって言ってるんですよ作業以外でも個人事業主としてやることって多いじゃないですか、うん、多分確定申告なんかもそうですし、そういう面でもいろんなこう初めての経験が多いん で、うん、でだいたいそれに慣れてくるのが1年2年とか、全部に慣れてくるのがそれぐらいなんで、うん、もうそこはもう覚悟しておいてくださいと。なるほどですね、はい、ありがとうございます。まあ繁忙期閑散期があるんで、アベレージ120万っていうわけじゃないかもしれないけど、年商の張り替えだけのイメージでいうとどうだろう。じゃあ年商でいうと1000万から1200万くらいを目指せる、うん、はい、でもそれがだん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 と積み重なってくると、単価もリフォームとかで増えてきて、はい、あとは作業も楽になってきていったら、これはちょっとやってみる価値があるかなと思って、はい、やっぱ最初の本当にこの実態知らないと、やっぱりえって思われることって多いかもしれないけど、でこの実態知ってもね、本当どこどうなんだろうっていうのが一番気になるかもしれないですけども、ただやっぱりこう私もね、あのこの金沢に来て改めて思ったのが、正直言うとなんでこのフランチャイズやってんだろうって思ったんですよ私別のフランチャイズにいたから、大丈夫って思ってたんですけど、まあ入ったらびっくりした。この収益性の高さは正直、まあ、今聞いてる皆さんと多分同じ感覚、驚きました。だからチャレンジしてみていただく価値は十分にあるかなっていうところですね、いうふうには私も自信を持って、まあ、今日片山さんの話聞いて、また改めて、はい、うん、なんか自信を持ってお勧めしたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。